スズル TV。 ズルズル、どうもスズルです。毎日ラーメン健康生活出張編に戻ってきましたということで、今日はねもうオフ会でこの店行ってほしいと言われたシリーズ第1弾、早速やっちゃいたいと思いまして。こんなの聞いてないよ。よろしくお願いね。こちら来ちゃいました。どん。 JR 御茶ノ水駅から徒歩6分ぐらいのところにあるラーメン大さんにお邪魔します。お店のね、見た目とか雰囲気とかもすごく昔ながらのねラーメン屋っぽい雰囲気なので、優しいラーメンにね癒されに行きたいと思いまして、それでは早速行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ、ラーメン大さん、シンプルな食券制です。本日はチャーシュー麺で行きたいと思います。メニューもあって追加注文もしやすそうですね。腹ペコで待っていると、早速やってまいりましたよ。来ました。こちらがラーメン大さんのチャーシュー麺です。うわ、見てください。昔ながらの懐かしいラーメンの見た目に目に飛び込んでくる大きなチャーシュー、醤油ラーメンの香りにも心躍ります。早速いただきます。まずはスープから。うわ、綺麗な血湯が浮いた琥珀色のチンタンスープ、食欲そそりますね。それではスープをすずる。うんうん、一口目に甘みが飛び込んできてシンプルにうましいです。これぞ老舗の味。麺も食らいながらスープをすすって、あ、今日は早めのチャッシュタイム。一口で、はい、食らう。うん、油っぽくなくて歯ごたえよく、とっても食べやすい。肉を食らってる感がたまらなくグッドです。スープも進んじゃいます。ここでもう我慢限界のすするは麺にいっちゃいます。はい、麺をすする。うふえ、スープによく合う細めの縮れ麺が食感よくすすれて小麦の甘みを感じられてとっても美味しいです。ここでラーメンの中からずっと見つめられてた、あ、ナルトを食らって、スープすすって、はい、チャッシュタイムで、うん、うまくてすする幸せ。3連コンボで KO されそう。さらに麺もすすっちゃって、はい、ここで味変の王様胡椒を投入しちゃいましょう。あー、いい香り。早速豪快に、あ、麺をすする。胡椒のスパイスがやっぱり合う。うまいです。とにかく安心するこの感覚。ここで海苔に登場してもらって、あ、海苔バサミで、はい、すする。海苔の香りがさらに昔ながらのラーメンを感じさせてくれて、うまいっす。はい、麺すすって、チャーシュータイムいっちゃって、スープすすって、あ、ここでいよいよ明日まで登場してもらいます。はい、一気に食らう。うん、少し固めの味玉はスープととても合うのです。ここでいっちゃいますよ。出ました、ダブルチャーシュータイム。はい、ダブルで食らう。なんと贅沢な味わい。うまくて笑顔が溢れちゃいます。ラストにスープすすって、あ、本日も無事に完食。大変美味しくすれました。普通のラーメンの最高峰を目指すというこのお店のコンセプト、しっかりと受け止められる素敵なラーメンでした。おっすれ。はい、ごちそうさまでした。いやー、ラーメン大師さんにね行ってきたんですけれども、麺もねそのスープによく合うね細めの縮れ麺で、多分こうすすっていてね、もうすごい気持ちがいいというか、そういう感じでしたね。家の近くにあったらね、こうすごいフラッと行きたくなるような、そんなお店でしたね。それではするの公式キャッチフレーズ、ラーメン大師さん、ゴシックタイヤー。はい、